通のものより全然時間かかるんですか？かかりますね、はい。最後まで干し込むんで、あとはもうこの結晶がこう切れ、あ、大きいっすね。はい、切れさせて、これすごいっすね。はい、ムロ、ちょっと食べてみていいですか？はい、全然どうぞ。あったかい、おいしい。こうお湯から揚げたとこなんですよ、今。はい、自ら揚げたとこなんで。塩あるからね、倒れそうになった。これミネラルはお給油できます。長いで。まあこういうカチコチの塩とか作ったりとかですね、はい。なんか本当アイスキューブみたいですね。そうです、もう四角いの本当にもっと綺麗のできるんですけど、やっぱその濃度によってこの結晶のこの大きさが変わって。もちろんです、もちろん濃度から、濃度と雑物どうだけ除去するかとかですね、はい。だから濃度が濃いと結晶はでかいんですか？できるのが早いです。早い、できるのが早いです。あとはもう水深とかいろいろそのもろもろのところになってくるんですけど、はい。水深というのはここの水深？ここの水深です。深さでもやっぱりできる塩だから、これね、下の大きいプールで作ってるんで、この大きくて硬いんですよ。だからやっぱりそのオーダーで作ってるっておっしゃってたんですか？はい、オーダーです。その何ですか、 どうやってこう何て言うんですかね、調整するというか、で向こうもあこの塩やっていうのは試して。あ、そうです、もちろんです、もちろんです、もちろんです。だから大体さあやりましょうかってスタートしてから短くても2ヶ月最高で6ヶ月ぐらいかかります、スタート取引開始まで。なるほど。その間ずっとサンプルワーク、向こうの気に入る味までもう作り込む形で作り込みますんで、はい。でそのシェフの趣味だったり料理の、はい、例えば和食とかイタリアンとかによっても変わるし、はい、もちろんそうですね。あとは性能ですね、塩の。例えばその肉から水をしっかり出す、魚からしっかり出す、逆に出さない、あのコーティングして焼いてもそのみずみずしさを保つ塩を作るとか、あとしっかりもう水を抜いて歯ごたえのある肉にするとか、そういう微調整もしてます。だから成分的データはまた後で商品の方のところで見ていただいたらと思うんですけど、はい。でもそうですそうです、本当に、はい。だから調べていくと江戸時代にもあったみたいです。ただ要は日露戦争の次からもう要は専売制が始まって2002年までずっと続いてて、やっとまだ20年ぐらいしかないじゃないですか、歴史が。だから知らないこととか気づいてないことだらけで、で文献もその作り方自体はあるんです。例えば瓦2万枚引いてその上で作ってたとかもありますし、ただ味付けの部分がもう香典、一子相伝と言いますか、口で師匠とか弟子でやるやつやったんで、でまあ結局急に専売制とかでポッと消えてしまったんで、だから伝統が紡がれてないんです、なるほど、ね、塩。だからまあ少しでもその古代の塩作りを研究しようとして、今最近ずっと古代のこと研究してるんですけど、なるほど、はい。だってね、もう人類の歴史と同じぐらいの長さ、はい、そうです、もう数万年前から、はい、ものですもんね。そうです、もうこれこそ大事なもので、はい。三種の神器の八坂にの勾玉、はい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 、は塩のことなんですよね。へえ。で、あ、雨の村雲の剣っていうのは水のことで、はい。で、八田の鏡っていうのが大麻のことだったんですけど、はい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 、大麻の気配っていうのと、はいはい、あ、ちょっとお酒の方の名前忘れちゃったけど、相撲を取って、はい、で、お酒の神様が勝つんですよ、はい。そっからおみきになって、ああ、はい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 、鏡はお酒になってるけど、本当はもともと大麻だった。で、水、塩、大麻がその日本のこの国体を守ってた、守ってるその大切なアイテムだったっていう中にも塩は入ってますからね。僕先週かな、インベ神社行って、三木氏の家行ってきたんですよ。大麻の玉彦、服の作る、うん、陛下の、はいはい、見てきました、ちょうど新田ですか。あ、そうです、新田へ見てきました、はい。作るとこ、はい、山の三木家の、三木家の四国の、はい、そうです、島のね、山の上の剣山の近くのとこ、うんうんうん、ちょうどそれをこれ調べてて、はい、ちょうど見てきました。なるほど、ね、そうなんです。でもそこまでなんていうかこう思いをね、入れて塩を作られた塩の方にもね、そういう波動が入るでしょうし、そうですね、はい。だからこれって正直塩って作るのものすごい簡単なんですよ、うん。だけどその販売がものすごい難しいんです、う
ハードルがものすごい安いもんなんで、やっぱりその高くても売れないとかもありますし、だけどまあ作るのが簡単っていうことなんで、まあ今自分らが取り組んでるのは、まあフィリピンとかカンボジアとかで、あのゴミ拾っと子供たちいるじゃないですか、あの人らに ODA で学校ポンってやっても仕事があるから行けないじゃないですか、だからあのああいうとこの近くって綺麗海があるんで、これをプレゼントして、でそこで塩作って、でまあ例えばうちの名前で売ればいいじゃないですか、でうちの名前のフィリピンとかカンボジアとかにしたら、売れたものをそのままお金返してあげれば経済力ついて、自分らで何とか考えてやるようになるかなと思って、今ちょっとこう取り組みも、はい、素晴らしいやらせてもらってます。そういう、あのそれです楽しくてやってますけど、はい、あ海外とも取引されて、海外の方が多いです。もともと海外から始めて、彼がイギリスでずっと6年間そうです住んでたんで、一人で全寮制の、はあはあ、そうです。でそこで営業してくれとったんで、なるほど。あ、その時はつながって、もうかれこれ2年目ぐらいです。へえ、はい、うちの営業部長に就任してから2年目、15の時にでその6年前はイギリスにいて、でその時はじゃあご存じなくて、そうですね、2年前に知人の紹介で会うことになりまして、はい、その時もまだイギリスにいて、はい、あ、じゃあそれで向こうでやった、去年かな帰ってきたの、つい最近、去年の12月に学校を辞めて、はい、へえ、なるほど、はい、もうあれなんですね、期待の、いやっていうか彼がもう今後どうなるか楽しみで、なるほど、はい、で塩も作るの、いやもう僕は営業、そうです、なるほど、はい、もう経営者の顔してる、そうです、はい、いずれは導いていただかないとあかんので、はい、ちょっと我々のこともお願いします。ぜひブラン塩分濃度を濃くしたりとかする作業ってある？あります、あります、できます、はい、うちは平干しなんですけど、あの奥にちょっと大きめのやつがあると思うんですけど、木の枠の、ああいうのでもうとりあえずはもう干し込んで作り込んでまいります。でそれを、また汲んできた海水に溶かして塩分濃度の調整をするんですけど、ここはちょっときっとってくれたら、はい、ここはもううちの特殊なやり方なんで、はい、でも手間かければかけるほどいいもんができるんで、やっぱり、はい、そうなんです、単純なんで、ものすごく逆に奥がものすごく深くて、うん、っていうことですね、はい、そうなんです。で全ての調味料のネタにもなってるんで、醤油やら味噌やらの、すごいこう口に残りますね、これはそうやと思います。あ、これまだにがりきってなくて、この味だから、にがりきってなくて逆にこれだけ食べれるのがまた、はい、珍しい形になります。で今度にがりはにがりで、にがりだけにして売ってたりしますもんね。あ、売ってはないですけど、あの全然お分けとかは、はい、あのうちのは本当に天然のあれなんで、はい、お豆腐屋さんとかにはあの、はい、提供したりとか、はい、副産物なんで、あまりそれでお金儲けとかは考えてないです、はい、あのね、高橋さんのところに行った時も、あのにがり塩っていうのだけでさ、1年間でこれぐらいしか取れない。まあ、はいはいはい、あります、あります。それがうちのあの先の、うん、あのマグネシウムたっぷりって言ってたやつです、うんうんうん、あれです、はい、あれのそれの強化版ぐらいですね、うん、もうずっとマグネシウムのにがりの濃いのばっかり入れて作り込んでいくっていう感じで、うんうん、なるほどなるほど、はい、本当にこの国力的にね、その少ないこととかもっと発信して、うん、そのみんなの危機なんで、うん、もうちょっとそういうのをね、やっぱりご飯の備蓄とか、うん、食べ物の備蓄あるんですけど、塩の備蓄ないんですよ、うん、で海やから作れるって思ってるんですけど、すぐ作ったもん食べれないんですよ、美味しくて、うん、あ、美味しくなくて、なくて、美味しくなくて食べれないです、いろいろ火入れてます、そこも火入れてもちろん薪も養蚕いりますしというところで、だからやっぱり国なんか何かあった時のことを考えると、やっぱり自分もこの国住んでるもんですから、うん、やっぱりその自分のも、まあ、隠してたらね儲ける話ですけど、そんなことじゃなくて、やっぱり本当に僕パッと見た時、こんなシンプルな感じでできてる、うん、そうです、すごいな、うん、シンプルやからこそ一番いいと思います。はい、もう本当に手と知恵と工夫だけで、うん、だからあっちとかはあの海辺 の、 あのこんな丸い石取ってきて、で石厚くこれでして、そこに水海水かけて蒸発させたりとか、はい、いろいろ あのあるもので、うん、できるものでサスティナブルな形で作り込んでいってます。はい、でもそうしたらね、まあそれぞれの土地でそれぞれそういう気持ちがある人が作れる、ね、できるんです。だから地方創生のためにも、うん、やっぱりその地域の復興も踏まえて意味、あ、そうなんです。だから今それをちょっとこうやっていこうと思います、うん、だからあのここちょっとあれしてほしい、ここから先ちょっとあれしてほしいんですけど、今行政あれしてっていうのもあのちょっとこうカットしてほしいんですけど、はい、あの
急にここも黒い目線に怪しいやつになるじゃないですか。めちゃくちゃ怪しいやつになるんです。その市販全然力入れてなくて、うんうん、決まってもないんで、だから案内するもんがないんですよ。全然大丈夫です。ありがとうございます。あのもう今の、はい、本当そういうお気持ちだったりとか、はい、そういうこの仕組みだったりとかってことだけど、はい、今よくオリジナル仕様とか。ああいいっすね。日本って岩塩って取れるんですか。無理です。ないです。ないんです、ね、ないです。ないです、はい、まだ見つかっては多分ないと思うんです。取れてもごく少量ですから。塩は絶対に人間に必要。本当そうです、はい、本当に必要だと思います。だからその塩と言うても同じ塩でも成分から性能からものすごく違うんで、なおさらその自然の力だけでもっと体にいい塩を多分作れると思って、今そのいろんな業界にちょっとアプローチして、その健康の問題とか、うん、その骨折に早治ったりとかしないかなって思って、うんうん、まあそのデータがないもんですから我々なんかね、アレルギーとかね。そうです、はい、体にねスプレーして、うんうん、はい、あります。あの一時期あのセット剤で海の塩みたいなの、はい、ああはいはい、はい、ありましたよね。はい、泥、はい、出ます、できます、うん、それもできます。はい、だから本当にヌルヌルになるやつから全部一応うちは、はい、今現存するやつは全部コピーできます、はい、だからまあ、 あのこれであのうち例えばそのいろんな種類作れるんで他一種類じゃないですか。だから何社もの受けてるんで、要はバラバラの作ってるんでめちゃくちゃ気づくことが多いんですよ。うん、例えば反応が違ったりとか抜けるものが違ったりとか、それで気づくことが多くて、うん、はい、でそれはすぐ理由が分かるんですか。ね、ある程度分かるやつと、いろんな方にお聞きしたりとか自分で調べに行ったりとかも、はい、とことん最後までは調べるようにはしてますけど、作ってる時になんか、まあ、勝つったらおかしいですけど、なんかこう残る部分とか結構いっぱいあるんですか。いや、もう全部リサイクルできる。もう今それもあのちょっと使い道が分かってなかったやつも添加して要はそのシリカとカルシウムが残ってくるんですけど、要はもうすごくシリカとカルシウムたっぷりのミネラルの塩はもう今できて製品化というかもう下に置いてますけど、もう溶けてなくなります、口入れたら。美味しいっていう評判ですね、そっちの方が。いろいろもう本当に粒の大きさからでも全部あります。なんかやっぱ塩ってものを分かってない人多いですからね。っていうかあのね、その今発信してる方が結構適当なんですよね、全部が。作ってない方が結構で、何ですか、インターネットとか調べたりとか見に行ったりとか食べたりだけで発信してるんで、なんか例えばものす一番分かりやすいのちょっとお見せしたいんですけど、はい、いいですか。この海の海水の水質的なこととかっていうのは、はい、特にそんな影響しない。自分らが一番気にしてるのは見ていただいたら分かると、イカだとかあの養殖のあれがないことだけです。海水さえきれければどこでも美味しい塩作れます。なるほど。だからこれを提供してバンバンどこでも、はい、はあはあ、やりたい子供たちがいたりとか。大阪湾じゃないですか。はい、うちだけです。もう。あ、そうなんですね。江戸時代はね、3、400あったらしいです。へえ。でも、もうゼロなった中で、はい、届けでうちがもう今回3年前にして、今のところ大阪湾でうちだけです。へえ。はい。危機ですね、でもね。危機です。意外に危機です。結構そのニュースとか見ててもそういう塩の備蓄しなあかんとか全然語られてないんで。そうですね。今ガザ地区なんか塩だったら備蓄できますもんね。はい、できますできます。もう賞味期限ないんで、ね、塩の種類にもよるんですけど、雑物が増えたらものすごい湿気増えたりするんですけど。あ、なるほど。ちょっとどうぞ、ちょっとどうしましょう。机出しましょうか。あ、いやいやいや、大丈夫です。いいですか。あ、すみません、ちょっと。例えば、今ちょっとね、種類少ないんですけど、ちょっとほんなら全部塩、はい、全部塩です。すごい。で、同じ粒の大きさでも全部味が違いまして、溶け方とかも、世界最高級。あ、それは目指してる。なるほど。競合ですね。例えばちょっと両方に触れたやつを食べていただきます。これがあのさっき言ってたカルシウムとシリカが山盛り入った塩です。いただきます。で、あ、早っ、消えんの。これが真逆でカルシウムとシリカをとことん抜いた塩です。粒の大きさ全く一緒です。だからその同じ大きさでも全然味が違ったり、うん、あとは粒の大きさとか透明度とか辛さ甘さ、ね、本当にすぐ消えますね、口の中でね、はい、もう消えます。
これはちょっと粒大きでクリアめのやつとか、あとはまたこの、うん、食感を楽しんでもらう、うん、かじる塩とかですね。こんなに塩食べることないですけど本当にちょっといろいろございまして、だからまあ見た目同じでもその性能とかがもう全く違うんです。お肉とかに振っていただいたらものすごく分かるんですけど、うん、全然違う、うん、はい、だから我々はそのよくね、その塩屋さんでもエビに合う塩作りますよとか、うん、肉に合う塩作りますよっていう人おるんですけど、それ絶対無理なんですよ。僕らがプロじゃない限り料理の、だから僕らがするのは言われた通りの塩を寸分たがわず作るっていうことを心がけてやらせていただいてます。はい、なるほど。これちょっと母親がちょっと干してくれたやつなんですけど、ちょっと一回この塩を食べていただいていいですか。でちょっと手出していただいていいですか。あと、その塩、その塩ちょっと食べてみてください。おー、全然違う。味一緒じゃないでしょ、うん、でこっちもちょっと食べてみてください。あ、なるほど。塩ってだからカリウムとかって結構みんなそのマグネシウムが辛いとかそんなことばっかり言うてるでしょ。それも違うんですよ、うん、成分変わったわけじゃないでしょ、うん、粒の大きさでも味変わるんですよ。はー、そうなんです。だから本当にそういうことの発信がゼロなんですよね今。さっきねプロデューサーの兄がうちの塩も作ってもいいねっていうことで、はい、今を良くするファミリーのお塩を作ってみようっていう感じになってるんですけども、はい、お願いできますか。ぜひ作らさせていただきます。体にいい塩、今日のすごいなと思うんです。塩、いろんな塩食べさせてもらって、奥が深すぎて面白いなと思って。うん、どんな塩がいいですか。そのなんかもうこれ取ってきゃ、もうとりあえず間違い、体にとっては間違い、まあ、例えば粒が大きかったらこうパクパク持ってて食べれるのもありますし、うん、はい、ね、なんかでもファッと消えちゃわない方がいいかなと思うんで、うん、はい、粒がやっぱ大きい方がいいちょっとしっかりした目の、はい、やつでちょっと、でそういうシリカだったり、うん、カルシウムだったりっていうものも、はい、なんとなくなんていうんですかね、この円グラフで言ったら割と全部を網羅してるようなこれとっても間違いないだろうみたいな、うん、そうですね、調整できる成分が限られてますので、うん、全体的に多くはできますので、うん、そういう形で、はいはい、全てをこう多くした感じで、はいはい、作っていこうと思います。はい、淡路島釜口の山下さんの、はい、塩職人山下さんのところに、遊びに来て来させていただき、そして我々のオリジナルの塩を作っていただこうということで、話がまとまりました。山下さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。